皆さん、ヨッピーごきげんよう、綾野高菜でーす。バイバイした後に彼氏の声とか余裕に残っててなかなか寝れない。今日はやっぱりこの人気者になるために、人気者の動画の真似すりゃいいんじゃないかと、こういうことです。そうですね、はい、そうですね。レアチーズケーキを簡単に作れる動画っていうのが今ちょっとバズってて、あ、そうですか。ちょっと流行りみたいな。材料3つ4つでできちゃうし、本当だね、めちゃめちゃ簡単だし、綺麗だし、美味しそうだし、最高ですね。そうなんですよ。なるほど。レッツクッキング。レッツクッキング。やってみますよ。はい。ごめんなさい。どこから何の声出したの？いや、こうなるとね。確かに。ちょっとね、すいません、勢い出すぎました。はい、大丈夫です。さあ、いきますよ。イエーイ。準備したものはヨーグルトとクリームチーズと、ビスケット、はい、はい、そしてゼラチン、たったこれだけ、たったこれだけでいけます。じゃあなんかこれに要するにチーズを入れる。そうです、チーズを2つ入れるみたいで、こんなかに、はい、だってさ、これ山盛り入っとるで、これこの中に、ね、これだけ入ってる中に肉いけるかな。結局美味しいですよ。大好き。いいですね、これ。はい、ミンチ、これもこのままでいい。あ、いいと思います。これを混ぜる、うん、一緒にかき混ぜる、合わせるっていうか、合わせるらしいんですよね。先にヨーグルト絶対ぐちゃぐちゃしといた方が良かった気がする。ああ、そういうことか、先にね。こんな感じがします。あ、けどいい感じ。あ、意外と埋まりますね。ね、これやっぱ今炎天下の中クリームチーズ買ってきましたんで、だいぶいい感じで溶けて、いい感じに柔らかくてありがたいね。朝ごはんは何食べる派ですか？私朝ごはんはパンですかね。パン、あ、なるほど。パンを、パン派ですね、うん。ヨーグルトとか食べます？いや、俺あんまり食べないから。あ、本当ですか？食べますか？いや、私もそんなに食べないんですけど、うん、なんかこういうタイプのヨーグルト見ると給食を思い出す。わかります。いや、今朝食の話してませんでした？いや、朝食でヨーグルト食べる人いるじゃないですか。わかる。けどちょっとこいつ違ったなってなっちゃって、ちょっと違ったと思って方向転換で、お昼ご飯の話に違う、給食です。あ、給食の話になった。給食これだけど俺この中に1個入っちゃってるわ、ほら。あ、私もですね。まあでももうちょっとこれもう1個入れたら逆に落ちるってことないかな。あ、でもポンポンしたら落ちますね。あ、まあもう1個入れてみますか。入れてみましょうね。普段料理とかしますか？僕ね、料理好きなんですよ。すごい。だからもう手際しかないですね。なんかあのアルバイトで、それこそあのずっと居酒屋でアルバイトしてて、あ、でその時に、洗い場やって、でその後ホールやって、人足んなくなって厨房入ってみたいな、やってる間になんか料理をちょっとずつ覚えるっていう。あ、なるほど。綾乃さんバイトは？あ、最初私郵便局の年賀状の仕分けのバイトして。あ、あるね、あるね。毎年来てるわ、募集のやつ。それを学生、うん、学生の時は、なんかその、学生っていうか、高校生の時は、うん、あの、バイト禁止だったんだけど、そういうのだけはいいよ、みたいな。あ、はいはい、あの、新聞配達とかね。そうそうそう、あるじゃないですか。なんか学校から推薦みたいな、うん。それが初めての私のバイトで、めっちゃこぼしちゃった。大丈夫よ。めっちゃこぼしちゃった。後で拭くから。大丈夫、大丈夫。で、それでカフェのバイトして、うん、アパレル仕事ちょっとして、で、あとは、あの、一番長かったのは、でもレストランですね。ダイナゴヤビルジングの。ほう、あのビールの博物館、なんかある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 、そこでずっと、うん、あのドイツの民族衣装を着て、あれできた時に俺ロケ行ったわ。行きました。ロケ行って、けど俺お酒飲めないから。あ、そうなんですか。あのお店のレポートだけ別のアナウンサーに来てやってもらったんだよ。へー、あ、懐かしい。あそこでね、オープニングスタッ
部で。嘘。あ、じゃあいたんだ。ずっとずっとやってました。へえ。とあとは、うん、雑貨屋さん。それ何、一刻やめるの？いや、掛け持ちもします。掛け持ちもするんだ。新体操の先生とかもやったんですよ。どういうこと？なんか私新体操ずっとやってて。あ、そうなの？そうなんですよ。で、引退と同時に、うん、そのクラブチームの、うん、コーチにのバイトしませんかって言ってくれる先生がいて。で、大学1年生から3年生ぐらいまでは、うん、毎週1回、週1で幼稚園、小学生、低学年ぐらいまで教えてたり、うん、選手の子の引率とかしたりとかするバイトもしてたり。新体操はずっと何年ぐらいやってたんですか？は、私は小学校1年生から1回5年生ぐらい、4年生までやって、うん、で1回その中学受験を私はしたので、そこでやめて、うん、でもう新体操はもうやめようと思ったんですけど、うん、中学入ったら部活あって、新体操部が、へえ、でなんかちょっと見てたらやりたくなってきちゃって、うん、で途中入部したんですよ、私。へえ。最初は全然違う部活に入ってて、うん、必ず入んなきゃいけないかった、はいはいはい、中学1年生は写真部。あ、まあ、とりあえずで入ったって感じ。英会話クラブ、いやいや、とりあえず入ったんですけど、うん、新体操部の友達がめっちゃ楽しそうで、うん、で、何、バク転とかできるの？新体操はバク転しないんですよ。あ、そう、あら、機械体操はバク転するんですけど。あ、いわゆる朝倉みなみちゃん。あ、そうです、リボン使ったりとか。いや、そうか、そうです、そうです。あれ、バク転はしてないのか。バク転はしないんですよ。あ、なんか足広げてこう回ったりとかはしてるけど、なんかこの空中から離れてはいけないっていうルールがあって。そうなんだ。はい。へえ。爆中とか、うん、なんか側中とか。お、はいはい、そうだそうだそうだ。絶対しちゃいけなくて。ああ、なるほど。必ずどこかついてなきゃいけないんですよ。なるほどね。じゃあリボン投げたりやってたの？あ、やってました。リボン投げたり、フラフープ投げたり、ボール転がしたりとかいろいろやってて。すごー。そうなんだ。それも TikTok では見せてんの？いいよ、見せてないです。なんで？もう、でもたまに、うん、たまになんか柔らかいねみたいな。たまに柔らかいね。たまに、ごめん、たまに、なんかたまに、うん、ダンスとか、その振り付けとかをやった時に、なんか柔らかくないみたいな、それ感じたりとかする子はいますね。あ、そうなんだ。なんで、そういうなんか得意分野を見せた方がなんかいいのかな？いや、なんか手具とか持ってないし、今。なになに？手具、その手具、器具。あ、器具ね。器具とかは家にないので、なんかそれっぽいことを見せつける場がなくて。いや、なんでそれこそ作れないの？なんかピラピラテープとかで全然作れると思いますけど、なんかそこだかまだ出る場なくて。あ、そうなんだ。そうなんですよね。なんかもうでも体もそんなにめちゃくちゃ今も柔らかいってわけじゃないので。そっか。そうなんですよ、ね、だけどダンスとかはやるから、そういうところでちょっとこう、あ、そうですね、片鱗が見えるぞみたいな。ちょっと片鱗が、へえ、なんか手先無駄に綺麗みたいな。とか、物を膝使わないで拾うとか。あ、なるほど。足上がった時になんかちょっと人より上がってるみたいな、うん、細かい部分で TikTok 見てるとあるんだ。そうそうそう、なんか綺麗な絵みたいな。すごいな。ただ手先が器用だなっていうよりは結構ボタボタいってますよ、先生。大型。これ書き回すの大変で、ちょっと一旦、もう上手ですね。ちょっとこうしよう、一旦何か入れて、はい、混ぜて戻そう。あ、そうしましょう。かかっちゃいそう。大丈夫。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい感じ、いい感じ。料理何作るんですか？こないだ、俺誕生日あって。おめでとうございます。ありがとうございます。それで、その時に何か作りたいって、初めてのこと挑戦したいと思って、初めて作ったのはバターチキンカレー。すごい。バターチキンカレーを、いわゆるスパイスでやる。あ、ちゃんとやる系ですね。はい。したら結構美味しくできて。うまくできました？そうなんです。すごいな。これ良かった。いいの？普段の料理はもういわゆる男の料理です。何でも切って炒める。全然やらないですか？よくやりますか？全然やらないです。全然やらない。なんで？けど OL さんでしょ。お家帰ったらご飯どうするんですか？実家なんですよ。実家。最高だな。そうなんですよね。ママのご飯食べる、ね、ママのご飯で生きてるんですよ、まだ。それが一番いい。すねを丸かじり。けどさ、結構この名古屋の子って多いよね、実家暮らしがね。そうですね。お母さんも出てほしくないみたいなところあるでしょ、うんうん、ね。あります。だからやっぱ親子が本当仲いい。仲いい子が多いんで。すごい、ほら。わあ、すごい。めっちゃいい感じじゃない？いい感じ。ね、これでじゃあ入れてみますか。はい。
全部やらせてる全部やらせてる。いいじゃないですか、それもまた。ありがたい、ゼラチンだ。ゼラチンいらないといけないと。ゼラチンをやっていきますね、すいません。ピエーン難しいもんだね、お菓子作りは。細かい部分で TikTok 見てるとゼラチン入れてるから。あ、ちょっと待って、来るかも、来る、来る、行くよ、せーの。